ここではですね、3つ暮らしが霊場がありますよということを言っております。日の湯の神の方に、降りてきたというふうに、まあ、日記では書いております。まあ、その日記を頼りに、これから、まあ、歩いた道を、私たちも体験していくと。この極楽での役目は地蔵菩薩という。おしんど。そういったまあ歴史的な部分も踏まえて楽しんでいただければいいんではないかと。観音像が、まあ、先ほどから話をしております十一面観音像。隣とこの、字の位置というのが決まっておりまして、全部時々こう一人で回転する人のところがありますけれども、それは決まっております。車では来るんですけどね、こうして皆さんと歩いてみたらすごいいいとこだなと改めて思いました、はい。まあこれが和合の木で、この赤松に小爺が絡まっとるという状態。これは親子さんかな。薬瓶持ってこれまで一応終了をさせていただきたいと思います。難所が多いということで、これがかかっている時は誰も入れなかった。どういう、あれだ、眼鏡だから体は丈夫だからね、胃が悪いとかね。何気なく見過ごしていたところが改めて分かりました。ありがとうございました。